命知らずの課金中を見たいか。わしがそうじゃ。いやあ、刹那圭介です。デビゲー久しぶりに戻ってきましたよ。命知らずの課金中っていうのタイトルでちょっと今やったんですけど、どういう意味か。デビゲーってね、ゲーム中にね、課金、命を課金して、アイテムとかそういうのを手に入れれるっていうシステムがあるんよ、デビゲーって。俺の実況を見て、過去の実況を見てくださった人はわかると思うんですよ。俺、実況したときね、全く課金せずに進めていったんで、課金したときのちょっと武器、手に入る武器とかをですね、試してみたいということで今回やっていきたいと思います。そして門は開かれた。みんな、なんでそんなに躊躇なく入れるんだろうな。みんなこのドアの向こうの危険さっていうのを分かって、ああ入る入る、僕も入る、僕も入るもんね、僕も入るもんね、まあこの辺はどうでもいいや。ああ敵が出てきた。俺ボケ、俺は課金しに行きたいんだよ、これは。課金しに行きたいんだっていうか、もう今の状態が課金できるんか。じゃあもうちょい進んでからね。なんだこれ、なんかあるね。4枚のカードを集めて台座に置けばレアカードがゲットできる。あ、そうなんですか。あ、お時間がございませんの方は、アイテム課金によりレアカードを手に入れることもできます。うえはおーいえほー、デビゲーが来い、うえーデビ来いんですね。15年の寿命を払う、いえイエスー。そしてアイテムわー、アイテムよーし、運営の方、わし課金めっちゃ課金、カードセットで D の女だって。いやー D って何の D か分からんけどね、デビルの D とは言わんだろうな。デビルの D だったらそのまますぎるけんやめとくけんな。よし、購入、回復の石か。わーわー、回復じゃ、わし回復大好きだもん。台座があるね、カードを置く。あれ、俺、なんでこんなに4枚パーンって出てくるの。あれ、課金の力ってすげえ。わあ、もう出てきた。謎解かずにもう出てきた。やったー、課金ってすごいな。初めての方にはってもう5枚手に入れたもんな。すぐに5枚手に入れたもんな。イエーイ、ゴーゴー、レッツゴー。近所のおばあちゃんがおる。あ、そうだそうだ。性格かかったんだぜ、D の斧。かけ。ちょっと待って。斧だけかと思ったら絶対マントついてきてるね。あ、服ごと変わってるね、これ。D の斧が。かっこよなった。なんかこんなブリーチできそうな感じのやつになった、服装が。強い、一撃。俺、初期装備だったらこれ、2か3回切りかかんかったらあかんかったはずなのに。素晴らしいね。これはほんと素晴らしいね。いくぜ。こっからはちゃんと解かんかったらあかんかったか。おい、運営の方、通してくれんの、課金するけど通してくれんの、タダで。あ、気になる床のマセットやって。てか、あれ、ちょっと、おっさん、なんすかこのアーチャーって。D の斧を買ったばっかなのに、いきなりアーチャーを増やすなよ、お前。お前、寿命をさ、どんだけ使わせようと思ったんだ。使うく、俺はただ課金したかっただけなんですけど、課金したかっただけなのに、なんで俺こんなことに。はい、30年分使ったら寿命全部なくなっちゃった。課金しまくったらみんなこんなことになるから、よいから、みんなは課金はほどほどにしようね。じゃあね、みんな。この動画はあくまでクソ茶番です。視聴者の皆さんは無理な課金や命を投げ捨てるような行為はしないようにしましょう。